李源次夫は、中華人民共和国の政治家。第17.18期党中央政治局委員。習近平政権にて、第10代国家副主席を務め、党中央組織部部長、チャンスー党委員会初期を歴任した。1950年11月20日に、チャンス商、サザナミミズ県に誕生する。1968年に、 チャンス・少女ウジオ・ジョウ予見の農場で農業に従事した。1972年に上海市販大学で数学を学び、1974年から中学校で教師を務める。その後、福丹大学で教鞭を取り、1983年から中国共産主義青年団上海市委員会副書記、後に書記を務めた。 また1983年12月より共生団中央初期どころ初期に任命される。1995年に中央統合で法学博士号を取得した。1996年に文化部副部長として政界入りを果たす。2002年に会両局の公認としてチャンスショート委員会初期に就任した。また同年の第16回党大会で 中央候補委員に選出される。2007年10月の第17回答大会で中央政治局委員に昇格し、党中央初期どころ初期中央組織部長に就任した。2013年3月に習近平政権にて第10代中華人民共和国副主席に就任した。政治局常務委員を兼務しない国家副主席は坂基人以来の事例である。 2013年7月27日に朝鮮民主主義人民共和国の平壌で行われた朝鮮戦争9060周年記念行事に招かれ軍事パレードなどをキム・ジョンウンの隣で観越した。遊戯党も訪れ、キム・ジョンウンと共に中国人民志願軍列士陵園で喧嘩している。2018年3月の第13期全国人民代表大会にて退任した。 2014年8月18日に民主党の細野武氏、公明党の遠山清彦ら長党派の若手、議員団と会談を行い、悪化している日中関係の改善に意欲を示した。ありがとうございます。